皆さんこんにちは日本の大学全部行った男山内大二ですこの youtube は高校の先生方もたくさんご覧になっていただいているんですが僕は高校の先生方にどうしても申し上げたいことがあります高校の先生あれをやってください生徒のためにそれは facebook ですえー、っと facebook 高校生にとってはまあ 大人たちがやってる自分たちには関係ないもんだって思ってる人多いと思うんですけど、まあ、高校生のうちは個人情報の関係もあるんで積極的にやらない人多いんですが大学生になったらやってくださいで大学の先生はほとんど Facebook やってるんですよで自分たちの研究の内容を PR してるんですね。で高校の先生はその SNS に対してめちゃくちゃ嫌ってますよね。生徒がイースををやったりをやっっっったたりり TikTok なんてててけししかなって思ってるでしょだって先生たち全然やってませんもん。 まあ先生がねインスタや,やって、ティクトクやって生徒とつながってラインやってとか問題だというのはよくわかりますでもフェイスブックだけはやってくださいなんでかっていうと大学の生の情報が入ってこないんですよ進路指導の先生でも校長先生でも担任の先生でも大学受験の情報って塾とか予備校とか受験産業から間接的に入ってくるのばっかなんですねこれは本当の情報じゃないですバイアスがかかってますなので 大学の生の情報が入ってこないと生徒にいい大学を教えられないに決まってるじゃないですかだからやっっててくくだだささいいいろんな大学の先生とつながってください私もやってますんで友達申請していただければですねいろんな大学の先生紹介します、まあ、とは言っても知らない人から来られても困るんで一応私の Facebook は面識のある人だけでという約束でやってますんでまあちょっと別なんですけど学校っていう狭い世界の中だけで受験をやらないでほしいんですよ。 あの探究学習で成功してる高校とか私立中高でその最新の教育やってて注目されてる学校の先生とかって大体やってるんです、ね、で大学教授であったりマスコミであったりその IT 企業のその教育 ICT の業界の人とかとどんどんネットでつながって日常的に新しい情報を得てるんですねそれを進路指導にどん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 生かしていくんですよ。特に 入れたい大学があるんだったらそこの教授の知り合い絶対一人は作ってくださいこの分野の研究だったら何とか先生のことは知ってるよっていうこの Facebook をやってネット上に人脈を作らないで進路指導はもうできない時代ですいつまでも県内の先生同士の人脈だけでやってたら皆さんの高校は化石なんですよ分かってる高校の先生はもう積極的に活用してるんですね Facebook 見ると大学教授の知り合いがいっぱいいる人なんかはやっぱり探究的な学習とか広大連携とか企業との連携とか自治体との連携とか地域おこしとかどん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 進めていってそのネットの世界にはハブ空港そのいろんな企業に人脈ある人とか情報発信力高い人とかそういうネットの世界のキーパーソンに SNS やらないと全くつながれないんですね。受験産業かかららの情報しか入らないだと 本当に生徒が行きたい大学の情報が高校の先生に全然入りません。化石です。なので、その匿名じゃないと危険だという場合は、正直ツイッターとかは匿名でもいいと思うんですけど、SNS の中でも大学教授がたくさんやってる Facebook だけはやった方がいいと思いますで。できる限り自分の学校の外の世界の優れた人たちに人脈を作ってください。 そこで得た新しい情報を生徒さんに還元してより良い進路指導をしてください。私もいろんな高校で講演しますけど、やっぱり先生方がフェイスブックなさってないと私のこうした日常的な価値のある新しい情報が全然届かないんですよ。年に一回だけ毎度って言っていつもの高校行ってで講演してで先生方と話すと正直こっちは一年の間にどんどん新しい情報入ってんのに先生方ああ山口さん一年ぶりとか言って何も変わってないんですよ。 その間に大学業界ってどんどん動いていっちゃうんですね。で、置いてけぼりになって言いづらいんですが、徐々にそういうネットに疎い高校は進路実績が落ち始めてます。それは総合型選抜や学校推薦型選抜の生の情報が入ってこないから、探究学習やって推薦で名問題に入れるっていうことができないんですね。なので、このまま先生方がネットちゃんとやらない限り、どんどん時代に乗り遅れていって進学実績落ちるんですよ。なので、 私としてはですね SNS を嫌わない特に Facebook はやるやるだけじゃなくて人脈を作るネットワークを作ることが生徒さんが本当に入りたい大学に行くこと例えば聞いたこともない変な大学を生徒が入りたいって言ってきても反対しないでじゃあその大学の先生とネットでつながればいいんですよでいい情報入ってくるでしょう本当にこの情報が遮断されている進路指導の鎖国状態やめてください生徒さんが困るんです ということで高校の先生はフェイスブックをやりましょうという話でしたぜひお願いしますありがとうございましたご視聴ありがとうございましたいいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまたメガスタの LINE にご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します相談や質問も LINE で受け付けています詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください